千葉県道198号、銚子葉崎線起点付近千葉県道、茨城県道198号銚子葉崎線は、千葉県銚子市から茨城県上須市に至る一般県道である。千葉県銚子市小舟木町の国道356号交点から、利根川を利かもめ大橋で渡り、茨城県上須市、八田部の国道124号に接続する一般県道である。 路線の大部分の区間は、長子新大橋有料道路となっている。路線名で終点を表す、葉崎は、平成の大合併により、上須市が発足する以前の旧自治体で、上須町に編入された、葉崎町を由来とする。1994年4月1日、約8キロメートル下流にある、長子大橋の渋滞の解消や千葉県闘争地域と、 茨城県時間用地域との交通ネットワークの強化を目的として起点を千葉県銚子市、終点を茨城県鹿島郡羽崎町とする新規路線として認定された。利根川を渡過する利根カモメ大橋の建設中、絶滅危惧種ヒヌマイトトンボの生息域であることが判明し、調査のため道路建設工事が一時中断された。約1年半後に工事が再開され、 2000年3月18日に全線開通した。大半は、トネカモメ大橋で構成される、対向に車線の平坦で見通しの良い県道である。道路法の規定に基づき、茨城県内の上栖市や田辺道馬は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。本路線の位置は、 利根川河口に架かる、銚子大橋と利根川川口関のちょうど中間に位置する河川横断道路で、周辺地域は、利根川下流域の田畑が広がる平坦な土地である。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。